どうも皆さん、ヨサロ、かぎまると申します。今日も動画撮っていこうかなと思うんですけれども、え、何ですか？なんかいつもと違くないかって？え、何のことでしょう？え、何？僕がいつもより透明だって？そんな透明感があるなんて、あ、違った、これ俺じゃなくて、俺のアクリルフィギュアだ！ということで、どうも皆さん、ヨサロ、かぎまると申します。実はですね、先日ですね、ツイッターにですね、このアクリルフィギュアを作って、まあ、自分用にね、作って、画像を載っけたところですね、欲しいって結構言ってくださった方が多かったので、この動画が上がった瞬間から、販売されてます。下からよかったら URL から飛んで、買ってください。ちなみにこっちはイデア君。というわけで、改めまして、どうも皆さん、ヨサロ、かぎまると申します。よろしくお願いします。いや、また久しぶりのね、実写動画なんですけれども、まあ、実写動画はね、私実況プレイヤーなんで、まあ、月にね、1回、2回、まあ、出せたらいいよね、ぐらいな。2月に1回、まあ、3ヶ月に1回、半年に1回、まあ、1年に1回。いや、3年に1回。あ、いいです。すいません。もう、これ長いですわ。ということで、よろしくお願いします。今日はですね、まあ何の動画かと言いますと、タイトルとかね、サムネイルでも皆さん、分かってると思うんですけれども、っていうのもね、もう何回目かってぐらい、もうみんな大体 YouTuber の動画なんて、サムネとタイトル見たら内容が分かるようになってるんですけれども、これが届きました。こちらですね、皆さん分かりますか、これ。これですよ。すごい、もう俺の顔が見えない。どういう風に音声が入ってるのか分かりませんが、この、動物の森の、アミーボカードが届きました。今日ちょっと手荒れてるから、ちょっと手隠し目でいきますね。ちょっと今日手がね、洗い物で荒れちゃってて今。すごい大変なことになってるんで、もう大変なことになってるんで、本当に。もう、大変なことになってるんで、今ちょっと隠しますけども、こうやって。こんな感じですよ。これね、まあ、何かっていうと、集まれ動物の森っていう、まあ、有名なね、今すごい人気なゲームがあるじゃないですか。あれの、こう、キャラクターのカードなんですよ。まあ、イベントキャラクターだったり、住民だったりっていうキャラクターのカードで、例えばこのほら、しずえさんとかさ、なんかいろんなキャラクターのカードが入ってるわけでございます。で、これがですね、今すごい手に入らないっていうことなんですけども、なんと、ちょっと前って言ってももう半年ぐらい前、発売、その集まれ動物の森が3月20日、2020年のに発売したんですけど、そっから1ヶ月以内ぐらいかな、受注生産をですね、任天堂さんが公式のストアでしてくれて、で、お一人様、この、第1弾から第4弾と、動物の売りので1弾で合計5パック、まあ、5弾、5種類、パックがあるんですけど、1種類につき5パックまでっていうので、こう、買わせてくれたんですよね。なので、午後25。なので、25パックここにあります。今日これ開封していきます。楽しみにしてたのよ。持ってないカードがね、出ると嬉しいなと思います。というのもですね、心優しき民たち、あ、すいません、視聴者さんたちがね、あ、ごめんなさい、実は僕正体が神様のゴッドなので、ちょっとつい民とね、みんなのことを呼んでしまうんですよ。すいません、嘘です。めちゃめちゃ滑ったんでもうやめましょう。視聴者さんたちがですね、ファンレター、ファンレターの送り先も説明欄に書いてあるんで、よかったらみんなお手紙送ってくださいね。お手紙にね、一緒に同封してくれたやつが何個かありまして、これ今まで僕の島にいたり、僕が欲しているこのグミちゃん。で、うちの島にいたこのアグネス、ドミグラ、小雪。この3人のね、カードは実は僕は所有してるわけです。これ全部みんながくれたやつです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ただね、ちょっとやっぱお目当ての子はちょっと自分でやっぱり手に入れたいという気持ちが私ありますので、やはり今回はこの自分で購入したこちら。これですね。今俺がずっとこっちからこうやってやってるから、ここに机があるのかバレましたね。家を特定しないでください。まあ、その屋付きの机だったらだけど、これ普通に買って置いてるんで、特定とか至らないと思うんですけど、これで特定したら本当に光栄です。よろしくお願いします。ということで、この25パックを今から、開けていこうと思います。ということで、ちょっと机にアングルチェンジします。チェンジ！はい、ということで、初めてこの画角したんですけど、すごい！ YouTuber っぽいこれ！すごい YouTuber っぽい！あ、ぽーい！なんか開封動画感すごいありますね。ということで、ちょっとじゃあ見やすいこの辺に置いといて、まずは、第1弾から、あ、てかこれもうマスク外していいやん。外そう。あ、涼しい。まあみんなには伝わらないんですけどね。ということで、開けていこうかなと思います。まあ反射で映る可能性あるな。いいか。ということでじゃあ、開けていきますよ。じゃあまず、早速記念すべき。第1弾、動物の森アミーボカード、光とかはね、ちょっと僕 YouTube、この動画、実写専門じゃないから、ライトとか買ってないんで、ちょっとそこは許してください。開けていきますか。1パック3枚入りなんですね、これね。5枚くらい入ってると思ってたわ。まあ、元々はね、ハッピーホームデザイナーとかと、
ね、繋がるためのやつなんですけど、あつ森でも使えるということで。開けますよ、じゃあ行きますよ。オープン！ピリリリリ。あー、この開ける感じ、開ける感じね。あー、こうなるやつ。こうなるやつ。ふざけんな。ちょっとちゃんと開けますよ。あ、ちょっと裏にしよう。見ないようにしよう。こうやって開けよう。あ、いいですね。で、カードを傷つけないように。あ、いいんじゃないですか、これで。はい。来た、早速。じゃあ皆さん、開けていきますよ。いきますよ。1枚目。ほい！あ！デイスケ！デイスケだ！あ、俺このテンポでやってたらすげえ時間かかんぜ。まあ、被ったりもするでしょうからね。どんどんいきます。でん！誰？あ！あ、リカルドじゃない？あ、リカルドだ！リカルド俺結構好きよ。この子。これね、人の島とかでも会ったことあります。かわいい！ちょっとこれ、嬉しい。嬉しいかもしれない。あ、ドン！誰？あ！ことぶき会長だ。あ、村長だ。会長、会長か。これ、あれだ。南の島だから。あ、これわかる？みんな光ってる？ちょっと軽く。ちょっと光ってる。あ、ちょっと全然伝わんないからもう伝えない。伝わらないから伝えないもん。もう伝えないもん。あ、どんだけー！この調子で2バック目ドン！あ！すごい豪快に行ってしまった。しかし、中身はまだ見えてません。はい。いきますよ。これ、こうやって行けばいいのか。これでこうやってあげればいいのか。こうやってグイって。いきますよ。ドン！誰？マジで。ライオネル？え、これ、あつ森にいます？リストラされちゃった子かな？え、知らない俺、この子。初めて見た。まだ俺、離島でも出会ってないわ。マジか。次行きますよ。ドン！誰？お！あ、銀閣だ。銀閣。あ、銀閣かっこいいね。和紙系だね、和紙系。そして最後。これ、下がキラキラなのかな、確定で。ドン！お、カッペイだ。あ、キラキラしてる。え、カッペイなんだけど。あ、これじゃあやっぱ3枚目確定でキラカードなんだ、これ。なるほどね。あ、これ嬉しい。じゃあちょっとキラカードは、ちょっと避けとこうか、こっちに。こうしとこうか。え、なんかすごい。俺さ、昔ちっちゃい頃さ、ちっちゃい頃っていうか若い頃は同じか。同じか。幼少期？うん。チャイルドフード？幼き？いや、もういいか。もういいな。遊戯王とかの開封動画ちょっと見てた時期あって、ポケモンカードとか。それを思い出すわ、なんか。懐かしいね。うわ、なんかすごい童心に帰れるわ。別にまだ全然子供だけど。まだ子供なのだから。まだ子供なのだから。ねえ、最近聞かなくなりましたね、今野さんのね。まだ子供なのだから。よし、では、じゃあ開けますよ。いきます。この下のこれ。この上から数えて下、表から数えて下のこれがキラだから、この下からこうやっていきますね。はい、ドン！あ、グミちゃん！ 2 枚目来た！やったー！視聴者さん、あれくれた人見てますか？あれくれた人見てますか？俺自力では当てましたよ。ありがとうなのです。あー、かわいいですね。調子、このまま調子でいきますと。あ、エスメラルダだ。エスメラルダじゃん。かわいい。見て、この唇を。ということでね、エスメラルダちゃんでございます。で、3枚目、これキラですよ、これ。キラ。そうだ。僕がキラだ。新世界の神になる松田ドン。あ、たくみちゃん、たくみちゃんですね。あ、かわいい。ねえ、めちゃめちゃかわいい。いいですね。北村たくみくんじゃないですよ。夕焼けが燃えてこの街ごと飲み込んでしまいそうな今日に僕は君を手放してしまった。開封の間が持たないから歌ってます。明日が不安だ、とても。いや、最悪の開き方して、見てこれ。このパターン一番辛いやつだ、これ。この場合はもうこうめくっていくしかないね。これはちょっと汚くてごめんなさい、ちょっとね。ハサミ用意すればよかったけど、でもハサミで中のものを傷つけたらそれはそれであれで、ここ汚い。ここ汚いので、ここをもう除外します。墓地へ送ります、遊戯王で言う。ということで、除外カードです、もう。いきます。でん！あ！クワトロくんじゃない。クワトロくん俺好きだわ。なんかさ、雰囲気が似てるって言われたことある、俺、クワトロくんと。可愛いよね。青だしね。僕、青好きなんで。さあ、次行きます。ドン！あ、あ、おー！グルミンちゃん！青できてるね、なんか。ここ、青、あ、これ、あ、これ、リーチよ、リーチ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 。それ、これ、これ、役万チャンス。これ、役万、ドラ乗るかな、ドラ乗るかな。ドン！あ、あ、つねきち！青じゃないけど、関係ない。これ、つねきちだ！カワユス！ギザカワユスですね、これ。え、めっちゃかわいい！つねきちグーなんだね、これね。この、
これ実はじゃんけんカードにもなってるんだよね。でサイコロの目もついてるでしょ。でこれなんかサイコロ使うやつとかなんかじゃんけん使うそのゲームとかに実は使えるのよ、これ番号とか。でなんか結構そのただのカードじゃなくてちょっとこうゲーム性も一応含んでるっていうねやつなんですよ。まあ俺が宣伝してどうすんだって、あとキラーカードをこっちに打つの完全に忘れてましたね。さあ第1弾最後ですよ皆さん。多分第1弾に含まれてるキラーカードがこの表紙の子たちなんだろうな。え俺あさみさんとか欲しいんだけど、 DJ ケケ、あかぶり場とかも欲しいな。あでも俺本間さん欲しいかもしんない。開けますね、つべこべ言ってないで開けますね。 YouTube だけにつべこべってね、やかましいですわ。開けます。今日はちょっと結構こんな感じのなんか長くてゆったりした動画になってると思うんですけれども、ご了承ください。僕開封動画とか編集したことないんでどうやって編集してるかわかんないんですけど長いかも。はいドン。お、ロッキーだ。ロッキーだ。やった。多分これ投稿してるの10月の25なんですけど、この子誕生日26なんですよ。撮ってるのは24とかなんだけど、嬉しい。これちょうど今度ね誕生日をね生放送で祝おうと思ってたの。嬉しい。じゃあちょっとうちの島にいた子はさ、ちょっとこの、ここに置いていい？いた子はさ、ってタコはさみたいだね。ちょっとここにさ、ハムスケいるからさ、ハムスケは見える状態にしたいわ。ここのハムスケ。これうちの島のね、アイドル。真のアイドルね。じゃあここを俺の島にいた子たち、もしくは今いる子たち。で、これ普通のカードたち。で、これキラカードたちね。はい、ドン！あ、マリオちゃん、マリオ、それはハリマオだ。ルーズちゃんだ、ルーズちゃん。ルーズちゃん可愛いよね。このザ・ギャルって感じだよね、この子はね。日に焼けてる。すごい。南の島とかで過ごしてるタイプ。そして最後、これです。キラーカードいきます。第1弾最後のキラーカード。エペンニオーン。あータヌさん、タヌキチさんじゃないですか。まあまあまあ、僕アミーボムのスフィギュアも持ってますけど、これは嬉しい。これはギザ嬉しいっす。じゃあここに召喚しておきましょう。誕生日5月30日です。よろしくお願いします。あ、僕の父親と誕生日1日違いなんですよ。関係ないですね。ちょっと似てます、父親と。ということで次、このトタケケが、口笛吹いたトタケケが表紙の第2弾。あれですね。静江さんが冬服、秋から冬にかけた冬服になってたりとか、あ、パンプキングとか師匠とかいるんだ。いいね。個人的にはね、あ、でもシャンクとかもいる。でも、あー、亀山さん。でも俺パンプキング好きなんで、師匠も好き、亀山さんも好き。みんな好きっていうか、開けていきましょう。みんな好きだわ。ごめん、俺みんな好きなんだ。ということで開けていきます。ビー。いや、来ましたね。ちなみにこの背景、ちょっと、あ、これ、あ、怖い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 。なんか中が降りちゃいそうで怖い。なんかあれなんですね、この背中の部分、この遊戯王でいう渦の部分。ここはなんか特にデザインは変わらないんですね。さあ、行きます。あ、よいしょ！あ！グラさんじゃん！グラさんはもう有名なキャラクターですよね。もう誰しもが知ってるキャラクターだ。はい。次。あいや！あ！ミントちゃんで、あ、じゃ、チョコちゃんだ、チョコちゃん。ミントの服着てるから、ミントギンガムの服。懐かしい。ミントギンガムって久しぶりに口に出したわ。チョコちゃんですね。この子もね、ウサギの人気の子ですね。てか、ウサギの子はね、やっぱ可愛いですね、みんなね。はい、可愛い。ちちち。はい、可愛い。そして最後、これ、イベントキャラクターですね、おそらく。予想はね、亀山さん。はい！あ、しずちゃん！しずちゃんなんですけど。キラキラしてるわ。誕生日12月20なんだね。もうちょっとだ。いや、可愛いわー。俺が今こうやって可愛いわーってさ、こうやって見てる状態の時さ、カメラ全く微動だにしないんだね。動かないんだね。まあいいや。俺の動画だからな。よし、次。どんどん行きましょう。もうこの辺からはね、ちょっとサクサクと開封していきましょうね。てか、開封してるところをさ、カットすればいいのに、俺今見ちゃった。めちゃめちゃブロッコリーだわ。見ちゃった。めっちゃブロッコリーいたわ。カットすればいいのに、俺が喋ってるからカットしづらくなってんだよな。申し訳ないわ。じゃあ、ということで、ブロッコリーくんでした。ブロッコリーくん。かわいいね。いきます。2枚目。はい！あ！ポーラさんだ、ポーラさん。あら、ポーラさんはね、僕ペンギン島っていうペンギンさんがいっぱいいる島に行った時にね、お会いしました。よかったらね、島訪問動画もあるんで、再生リストから見てみてください。かわいいですね。ペンギンさん、やっと出てきたね。かわいい。さあ、では最後。いきます。ほい！あ！リサさんだ。リサさんだ。嬉しい。こうなると改造くん欲しくなりますね。さあ、まだいっぱいあるな。まだいっぱいあるな。前後編に分けてる可能性あるな、俺もしかしたら。まあ、そうなってたらなんかさしてください。なんか急に次回予告とか挟まったらさしてください。さあ、行きます。1枚目。ほい。はい、ジュリーちゃんですね。かっこいい。あれ、男の子かな？女の子かな？あ、男の子か？女の子か？書いてないわ。わかりません。確か女の子だよな、多分、ジュリーちゃん。ちゃんだよね、多分、この子。かわいいよね。かっこいいユニコーンですよね。さあ、次。ほい！あ！
マキバちゃん、マキバちゃん、二人とも目つぶってるキャラだ、これ。ほら、二人とも目つぶってるキャラですわ。じゃあ、これも目つぶってるキャラ。あ、目つぶってるキャラや。ククちゃんだ。あれですね、クーコさんとカッペイさんの娘さんですね。飛び出す動物の森で南の島で、すげえ安く、何でも安く買い叩く、すごいこう、可愛さを武器にした商売上手の女の子ですね。ビジネス少女です。いや、可愛らしい。いやー、嬉しい。このあれですね、やっぱアミボフィギュアで持ってる子とはまた別の持ってない子は、そのポスターとか手に入りますから嬉しいですね。結構視聴者さんからいただいたりしてるんですけど、まだ持ってないポスターいっぱいあるので、それすごく嬉しいです。助かります。さあ、そろそろなんか俺の馴染みのあるキャラクター来てほしいな、いきます。ドン！誰？あ！小雪や。アンチャー。小雪や。アンチャー。小雪や。ということで、小雪来ました。見てますか、小雪くれた人。来ましたよ、小雪も。結構俺もらったのに来てんな。いや、助かります。じゃあちょっと小雪ちゃんはね、ここに来ていただいて。でもこの二人ともね、もう今僕の島にはいない子なんですけど、もともといた子なんでね、もう仲間です。生かです。生かだ、俺たちは。はい。誰？あ、クスケチャだ、クスケチャ。かっこいい、この鳥ですね。鳥系。この、ガタイのいい鳥系ですね。さあ、最後、ドン！あ！駅員さんじゃん。俺個人的にすごい好きなの、駅員さん。名前がないってのもいいよね。駅員さんっていう名前のこの自分を主張しすぎない感じ、俺こういうキャラ好きなのよね、実は。さあ、最後のパックですね、第2弾最後です。さあ、行きます。第2弾パックラスト来い。誰？あ、ナイルちゃんだ。あ、ナイルちゃん結構あれじゃないの、人気住民って言われてない？俺好きよ、ナイルちゃん。本当にこの独特なさ、見た目最高ですよね。さあ、次行きますよ。はい、じゃあ、ティーナちゃんだ。このティーポットになってる子と、なんか特殊なキャラ二人来たね。このなんか、どっちもモチーフがあるタイプのキャラクターですね。いや、嬉しい。さあ、そして最後。第2弾最後のキラーカードです。はい！来た！来ました！もうすぐハロウィンパンプキン！パンプキン！はい、ということで、ここまでで第2弾までが終わりました。次は第3弾でございます。行きましょう。この袋が青ですね。そして、この、表紙を飾ってるのが、この、キヌヨさんなので、僕、キヌヨさん大好きなので、キヌヨさん来てほしいですね。まあ、フィギュアでも持ってるけど、やっぱちょっと来てほしい。あとでも、ペリミさんとか、あ、でも、セイウチくんとかも好きなの、セイイチさんだっけとかも好きなんだよな。ジングルとかね。いきますよ。はい！お、100% ちゃん、100% ちゃんですね。100% ちゃんはこの子さ、顔が明らかにこのなんか、かしわ餅的な顔なんですよね。でも、なんでこの子 100% って言うんだろう。なんだろう、 100% の力を引き出せるのかな。さあ、次、ドン！あ、トラコちゃんですね。あら、猫猫ですね、ここ。猫猫ブラザーズ。ね、いや、どっちかというとシスターズでしたわ。猫猫シスターズですね。さあ、そして最後、キラーカード。第3の記念すべき1枚目のキラーカード、こちら、ドン！マジ？言ってたら来たんだが！ペリミさん！嬉しい！もう気が合うね。結婚しよう、もうペリミさんと俺。あ、こっちじゃない、こっちだったわ。でも普通にこっちから取ろうとしちゃった。こっちももう第4弾ですよ。あ、待って、これ危ない。これ見えちゃいますからね。今ふとめっちゃ天才的な、発想が思い浮かんできて、これ、パックごとに開けるのはいいんだけど、じゃあ一回全部開けてここに並べて順番にこうやって見せていけばいいやんっていう、そのなんかカットすごい楽やんっていう、すごい天才的な頭脳と、名探偵コナン、ということで、ということでね、こうやって並べました。これが楽だ。これがカット的にも、みんなのテンポ的にもすごい楽だってことに気づいた。やっぱ、あれですね。バカと天才は紙一重ってやつですね。いきます。ドン！あ！まこっちゃんじゃん！まこっちゃん！まこっちゃんはね、僕たまに南の島じゃなくて離島か。離島原生のとこでたまに会ってましたよ。かわいいよね。なんか、まことくんはザ、アリクイって感じですよね。さあ次。はい、ドン！あ！チュンノスケじゃん！チュンノスケかわいいよね。チュンノスケはこんな服だっけ？あれか、あつ森と飛び森までとちょっとあれなんでね。デフォルトの服が違うんですよね。この、最初に着てる初期の服が。さあ、そして最後、キラ。はい！あ、ケントくんの、あれだ、甘がっぱバージョン。甘がっぱって言葉が出てこなかった。今、花かっぱとちょっと混同しちゃった。甘がっぱバージョンだ。かわいい。ちょっとかわいいですね。レアですね。なんか僕好きなゲームにリトルナイトメアっていうのがあるんですけど、そのゲームの主人公が、この黄色いね、レインコートを着るんですよ。なんかちょっと可愛いわ。全然関係ない話しました。いきます。はい！あ！出た！おじちゃん、モサキチ！このマリオみたいな顔してる人、個人的に大好き。マリオってかワリオか。個人的にね、すごい好き、モサキチ。このね、お顔がたまらんよね。このヒゲ。
あんまりさ、なんかこう、ここまでヒゲをもさもさ生やしてるキャラクターいないじゃないですか、あつ森って。あつ森っていうか動物の森シリーズって。なんか、いいよね。なんかいいよね。なんか動物らしさが出てて僕は好きです。さあ次、ドン！あ！ちょっとなんか、おい、目つきの悪い二人来たな、なんか。ガジロウですね。あ、カジロウか？カジロウでした。ごめんなさい。カジロウですね。カジサックさんです。違います。ということで、キラーカードいきますよ。はい！お！来たねー。みんな大好き。見知らぬ猫先輩。いや、もう大好きでしょ、この人。みんな好きでしょ。あ、またここになっちゃった。みんな好きでしょ、これは。いや、もうこの方はね、誰しもが最初に出会うキャラクターですから、やっぱり。トタケケと並んでね、やっぱりメインキャラクターの中でも人気が高いと思います。さあ、どんどん行きましょう。こちら。はい！あ、出た！リリーちゃん！この子ね、俺実はね、すごい欲しいのよ、この子も。結構迷ってた子なんですけど、あ、可愛らしい！この子さ、水色のボディにさ、この白い毛がさ、頭にあるじゃん。で、この縁がよく見るとピンクなのよ。このデザインずるいよなこれ。やっぱ、あれですね、やっぱ任天堂さんって天才だなって本当思いますね。さあ次、ノン！あ、出た！アイリスちゃん！リス系の住民の一人ですね。リス系の住民の女の子、俺、グミちゃんとアイリスちゃんと、モモ子ぐらいしかわかんないんだよな。あ、あと、モンペちゃんとかもそうか。そのぐらいかな？もっと多分いると思うんですけど、ごめんなさい。ちょっと知識不足で。さすがにちょっと400、500を全部覚えるのは難しくてですね。いきます。はい、ドン！あ、ジングル来た！俺の大好きなジングル。これでも季節系にはもう、まあ、あれですね。パンプキングとか来てるんで、もう季節の、イベントにはもう困らないですね、これで。さあ、ということで。第3弾もうラストになってしまいました。あ、見せちゃった見せちゃった、バヤシコフじゃん。幾度となく俺がこの厳選で会ったバヤシコフ。可愛いですね。見てこの太眉。俺大好き。太眉系のキャラ好き。あ、となると太眉系のあの子なんだっけ、アヒルの子。セバスチャンじゃなくて、なんだっけ、リチャードか。リチャード欲しいな、リチャード。あの子ほんと愛嬌があって可愛い。ドン！あ、レイチェル。レイチェルですね。レイチェル、この服何？え、なんか、謎の言語が書いた服着てる。あつ森だともうちょっとこうエスニック系の服着てますよね。この、なんていうの、このほら、バンダーナみたいな。バンダーナじゃないの？これなんていうの？このここ。なんかヘアバンドみたいなのつけてますよね。さあ、最後。第3弾最後のキラーカードになります。いきます。え、ちゅん！あ！改造さん！なんか意外とに引き良くない？リサさんとちょっと一緒にしとこうじゃ。リサさん？あ、リサさんいたわ。リサさんと一緒にしとこう、ここに。ほら。はい、こうしておきます。やったー、嬉しい。ひぎ、影拍手。これは、通常の拍手の手が見えないのに対し、その机に映ってる影だけが見えることによる拍手である。さあ、というわけで、お次は第4弾。ちょっともう全部開けちゃったんですけど、こんな感じで。この服のさ、しずえさん可愛くない？このおめかししてんの。これ、アミーボフェスティバルの時かな？めっちゃ可愛い。あれですね。あ、待って。みんなこれ、マスターいるわ、マスター。ハッキミーとか、マスターとか、ピョン吉とか。あ、フーコちゃん欲しいな。あ、いやでも俺、ジョニーとかも欲しい。あ、グレースさんも欲しい。あ、みんな欲しいわ。っていうか、結局みんな欲しいんだ。ということで行きましょう。行きますよ。1枚目。ドン！お！スワンソンちゃん。スワンソンちゃん？スワンソンちゃんだ。大人系ですね。大人系、あれですね。さっきのポーラさんとかもそうだけど、大人系の女の子来ますね。鳥系のしかも。さあ、どんどん行きましょう。ドン！あ、ルーシーちゃんか。この子も俺なんかいつも名前トンコちゃんとか間違えちゃうんだけど、ルーシーちゃんですね。可愛らしい。白い可愛い豚ちゃんですね。さあ、次。ドン！お！噂をすれば、この可愛いフリフリしずえさん。え、これ超可愛くない？これ。え、この服めっちゃ可愛くない？これ。これめっちゃ可愛いんですけど。誕生日は12月20です。え、めっちゃ可愛い。え、このフリフリのしずえさんすげえ可愛くない？これちょっともう罪でしょ、存在が。さあ次行きます。はい！あ、シドニーちゃん。シドニーちゃんはつもりには多分いるな。俺がまだ出会ったことないだけで。さあ次、ドン！あ、キャラメルだ！俺キャラメルね、昔ね、俺昔一パックだけ多分このアミボカード買ったことあったんですよ。俺ね、ただそれ、多分引っ越しとかの関係で捨てちゃったんだと思うんだけど、俺その時多分キャラメルちゃん引いてた記憶があるんだよね。俺このね、オレンジのカードと持ってた記憶があるんですよ。まんま関係ないですね。大変なことが起こりました。録画が止まってましたー。多分キャラメルちゃんのとこだったんだと思うんですよ。多分ね。なのでその次に出たキャラクターたち紹介します、一気に。ボルトくん。
飛びよ。チャス。パチク。花子。ノリッペ。ノリッペ出た時とか、なんかどっかのエリザベスとなんかそのよく似てますって言われますよねとか、あと花子が出た時とか、なんか草間彌生さんっぽいよねとか、なんかいろいろ言ってたのに、のにのに。で、キラーカードはパロンチーノさん。そう、これもさ、これパロンチーノさんみんな知らない人多いんじゃないってこう集まりにないから。そう、パロンチーノさんは、なんか飛び盛り時代にいた、今で言うマイルでもらえる称号みたいな感じで、バッチをくれたおじさんだったんですよ。バッチあげるよーっつって。バッチあげようねーって言ってくれる、ただの優しいおじさんだったっていう話とか。で、クーコさん出たから、あとおばあちゃんが出たら、一家揃うねーみたいな話とか。ほら、カッペとククちゃん出たから、ほら、常吉もこのお祭り衣装が出たよーとかさ。え、ぴょん太郎は言ったよね。ぴょん太郎もさ、この、狂気性を内包してるのがいいねとか言ってたのに全部取れてなかった。まあ、もう気を取り直していきましょう。で、第4弾が終わっちゃって、ラスト、こちら、飛び出せ動物の森パック。ちょっと他のと異端でして、この何、その、背中の部分、この背面もね、だいぶ違うんですけれども、開けました。悔しい。行きましょう。さあ、ということで、まあ、取れてなかったけど、まあ、今は完全に取れてるのがね、録画ってついてるんで、ちゃんと大丈夫です。行きます。はい。来た、あ、ピッコロちゃん。このね、この何、車に乗ってて、この中のさ、家具とか、なんかこれかき氷屋さんになってんだけど、これ可愛いですよね、それっぽくて。あ、ピントあったわ。これ可愛いですね、この、何その、なんていうんだよ。このカードデザイン、これ可愛いです。どんどん行きましょう。え、じゃん、誰、あ、ケチャップちゃんだ。ケチャップちゃん。この子はね、ポスターとかで視聴者さんからもらったことありますね。可愛い。なんか目がパチクリした女の子が二人来ましたね。じゃ、ラスト行きます。ドン、誰、あ、プースケか。プースケですね。あ、そうか。飛び盛りパックってイベントキャラいないの？あ、待って。飛び盛りパックってイベントキャラとかいないのか、もしかして。ちょっとわかんなかったんですけど、もしかしていないかもしんない。まあ、それはまあしょうがないですね。行きましょう。でもなんならその分俺の島にいる子が出る確率ありますから、まあ、このカードのこのパックに、俺のその島にいる子が入ってるかすらわかんないんですけど、行きます、ドン。はい。あ、手塚治虫さんの鳥。ジュリア。ね、明らかにね、手塚治虫さんみたいなタッチですよね。シャランラン、かわいい。さあ、どんどん行きましょう。はい、あ、ボイドだ、ボイド。ゴリラ初じゃない今日、ゴリラ。ゴリちゃん全然出ないな。あ、てか1号から4号とかも出てないね。まあ、なかなか出ないですよね、そんな簡単に。ラスト行きましょう。うだん、あ、ストローくんだ。ストローくんかわいいよな。この口がかわいくない、ストローくんのこの、したり顔。この、にやりっていう顔。これ超可愛いですね。待って、もうあと9枚なんですけど。やば、あ、めっちゃピント悪い。なんで？すごいピント悪い。あ、あったあったあった。行きましょう。もうあと9枚か。はい、誰？全然見えない。あ、いさこじゃない？あ、いさこだ。ピンク牛さん。ピンク牛さんですよ。これ乙女牛ですね。乙女牛さん。可愛い。家の中で牛乳置いてあるわ、ちゃんと。自分のかな？自分のかな？はい、誰？あ、誰これ、あ、誰これ、あ、パタヤですね、パタヤ。この子は鶏の子ですね。鶏でやってる、まあ、鳥の子ですね。かわいい。カサンドラかと思った一瞬。カサンドラもなんか似たような感じですよね。かわいい。茶色い鶏さんですね。さあ、ラスト。こちら。ドン、あ、誰、あ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 、ねえや、ねえや好き俺、ねえや好き俺。あ、花屋さん、やってるわ。花屋を営んでらっしゃる。花屋の店先に並んだ。誰？あ、豊作だ。まさしく豊作。すごい豊作だ。あ、アジサイが。あ、朝顔か。かわいい。え、ドン。あ、誰？ラムール？知らない。初めて見た。ちょっと血色の悪い羊さん。じゃ、この子、ちゃちゃ丸ってことにします。ちゃちゃ丸アミーボカードないんでね。さあ、ラスト。ドン！お、誰？あ、パオロくんですね。あ、太眉来た、太眉族。かわいい。大太眉ですね。なんか、クレヨンしんちゃんの世界観だな、この子。わー、もういよいよあと3枚になっちゃった。寂しい。もう終わりが近づいてる。寂しい。いきます。力を込めて。ドン！誰？あ、アイソトープ。今日僕実家帰ってたんですけど、父親の島にキャンプで来てました。どうでもいいです。ドン！誰？あ、
マミーちゃん。あ、カンガルーも今日初めて出たな。さあそして今日の開封動画ラストを飾るのはこのカード。今回の開封動画ラストを飾るのはこの方。エンタの神様みたいな。ドゥアー、嘘、最後の最後で来たバネッサ。やっはやったー。この子はですね、最近うちの島からですね、父親の島に越してしまったんですけれども、もともと僕の島にいたアイドルですよ。嬉しい。なぜもううちの島にいない子ばかり来るんだい。いや全然嬉しいんですけど、この3人が今回僕にゆかりのある子たちということで出てきました。いやー、うちの島にいるのでアミーボカードがあるのはブーケ、ジュン、ハムスケ、ハムスケ欲しかったな、ベン、ラッキーとかですよね、アメイちゃんとか、あと小熊とか全然出なかったっすね。あ、でもあれか、グルミンちゃんとか出てたな。いやー残念。まあまあでもかなりいい結果なんじゃないですか、これは。ちょっとキラカードもね、かなり、まあ、キラカード確定でこう一回入ってるのすごい助かりますね。あ、俺このしずえさん好き、俺このしずえさんすげー好き、ちょっとこのしずえさんにしとこう。かわいい。じゃあちょっとさっき名前出たんでグルミンちゃん上にしとこうか。はいねー、でバレッサ上と、まあ、こんな感じになりましたということでございます。いやすごかった、ヒギ影拍手、もういいわ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今日の開封動画はここまでとなります。いやアミーボカード、やっぱり夢が詰まってるね。これはもうこの5パックずつ欲しい。いや悔しいけど、まあ、自分の力で手に入れられた子たちもいてね、すごく嬉しかったです。皆さんは僕とどれぐらい持ってるのか被ってましたか。でどれぐらい欲しいのが僕に当たっていましたか。逆にどれぐらい僕が欲しいものを持っていますか。よかったらコメントに書き込んであげてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。いや素晴らしいね、アミーボカード。これからも、またたまにね、なんかネットで見かけたりしたら買おうかなとは思うんですけれども、まあ、開封動画とかまたいっぱいある程度溜まったらあげようかなと思います。まあ、もしかしたらもう出ないかもしれないし、どうなるかわかりませんが、よかったらお楽しみに。ということで改めてにはなりますが、動画の冒頭でもね話した通り、新グッズとかね、ファンレターの送り先とかもいろいろありますので、よかったらね説明欄からチェックしてみてください。ということで普段の実況動画もよかったらご覧ください。面白かったらチャンネル登録、コメント高評価、ツイッターとかインスタグラムのフォローもお待ちしております。通知ボタンを、ベルをタップして通知をオンにして、普段の動画はこれからもお楽しみに。またお会いしましょう。バイバイ。